はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日は11月の1日金曜日でございます。昨日でですね、もうハロウィンが終わりましたね。ということで、よろしければですね、ジョマジのハロウィン最終日の映像、昨日ね、たくさんね、投稿しております。多分7本ぐらい投稿してますのでね、ぜひ皆さん見てくださいね。ということで、そのハロウィンの次の日、1日に来てみたんですけれども、おそらくですね、まだパークの中には入ってないんですけれども、もうね、全部のねハロウィンの装飾外されて、少しだけね、おそらくですけれども、クリスマスの装飾ができてるんじゃないかなと思いますので、今日はですね、そのハロウィンの次の日に早速ですね、行ってみて、どれだけハロウィンからクリスマスに変わっているのかというのをですね、実際に見てみたいと思います。それではまずですね、東京ディズニーランドに行きます。この辺の花壇は特に変わってなかったです。ここですね、ここのロゴのハロウィンのねやつたちが全部なくなってます。ここのロゴですね、ロゴと横にあったバナーたちがなくなってます。まあ、そのうち追加されると思いますけれども、さすがにね1日では変わりませんでしたね。ここワールドバザールに入ると、何かもうクリスマスっぽくなってますね。ちょっともうちょっと近づいて見てみましょうか。ワールドバザールの中心にこういうちょっと雪の結晶的なものがありますね。多分ここの中心にクリスマスツリーが来るんだと思います。もうこれだけでもクリスマスっぽいですね。グランドエンポのショーウィンドウがもう1日でクリスマスバージョンになってます。めっちゃ可愛いし、ちょっと反射しちゃって見にくいですけれども、めっちゃ可愛い。ちなみにグッズはですね、先行発売となってます。アプリのみです。一応パークの中では11月の7日から購入できますけれども、今日はですね、一応先行発売ということで、アプリのみの発売となってます。まあ転売ヤー防止って感じですね。あんま変わんなそうですが、これも可愛いですね。いや、1日でよく買えたなこれ。ショーウィンドウはすごい変わってますね。クリスマスプレゼントっぽいのがいっぱいあります。ドナデチのスノーが出るんですね、きっと。グランドエンポのショーウィンドウです。いや、1日で随分変わりましたね。
グッズはないんですけど、お菓子系がどうやらもう売ってるみたいですね。ちょっと難しいな今回の先行発売。ちょっと実際にショップの中見てみます。このリゾートのお菓子系が売ってます。ということでワールドバザール結構変わってましたね。で、まあ、一応グッズはやっぱりあのアプリでしか買えないみたいなんですけど、なんか一応お菓子系がね少しだけ売ってました。まあ、他のグッズはねまた別のところでね、また7日に買えると思うんですけれども、ちょっとだけ売ってましたね。ということで、まあ、ワールドバザール以外はほとんど変わってないと思うんですけども、まあ、一応少しね回りつつ変わってそうなところ見てみたいと思います。いや、それにしても今日混んでんな。学生が多い、修学旅行生ばっかですね。これなんか昨日より混んでないか、これめっちゃ混んでるけど。今日スペシャルセットです。こちらプラズマレイズダイナーですね。朝はね40分ぐらい並んだらしいんですけど、これチキンパオのですねランチケースですね。それの列です。これですね、このキャストさんが持ってるやつ。まあ朝よりはマシですけどね、それでも十分すごいですね。列が途切れない感じです。今日はね一応グッズが販売されないんですけども、スーベニア系は今日からになってますから、そのスーベニアのね列がねすごいことになってるわけですよ。今日の朝もですね、そのチキンパオのですねランチケースが、まあ、ツイッターの、ね、トレンド入りになってまして、もう50分ぐらいの、ね、大行列だったみたいですね。まあ、今でもね一応30分以上は待つと思いますけれども、すごいですね。ウエスタンランドです。昨日まであったね装飾が全部なくなってます。まあ、クリスマスの装飾はしてないですけどね。なんか寂しくなっちゃいましたね急に。ウエスタンランドもこのショーウィンドウぐらいですね変わってるのは。まあ、この辺はね取り外すだけで大変ですからね。キャッスル前も何にもないです。はい、ということで、東京ディズニーランド一周回ってきたんですけれども、まあ、変わってるのはですねあのワールドバザールの真ん中のところ、あとですねショーウィンドウだけですね、ショップの。他は特にね変わっていなかったなと思います。まあ、まだねさすがに1日しかね変わってませんから、まあ、取り外すのでねもう本当精一杯だと思いますのでね、とりあえずまだね1日目ということでまだこれだけでしたけれども、まあ明日とかまたしあさってとか来るとですねもう一気にね変わってると思いますので、またね動画投稿できたらいいなと思っておりますので、そちらもねお楽しみに待っていてください。あとですねこの後東京ディズニーシーに行ってですねまた同じように一周回ってクリスマスの装飾見たいと思いますので、よろしければそちらの動画もご覧ください。あとですねグッズですね、今日からですね実はパーク内でグッズが販売されておりますので、そちらのグッズもですねまた別動画で投稿したいと思っております。今日もねたくさん動画投稿しますけれども、ぜひねこの後もよろしくお願いいたします。それでは今回はこれで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。